ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一方いらっしゃらない。はい、なんか台風にね、遭遇しちゃったらしいです。宮古島で、アンジー、ね、今ビューと言ってますもんね。ねえ、今直撃で飛行機がなんか2日間ぐらい飛んでないらしいですよ。もう、ね、取り残されちゃって、そうです、宮古島に。なんかね、あのアンジーがいると落ち着かないというか落ち着くというかね。よくわかんないですよね。わかんない感じですけどね、また来週ね、元気でね、会えればと思います。来週には帰ってこれると思います。わかりました。感染っていうかね、まあ、もうとにかくね、もう毎週ね、来るたんびにコロナの話ばっかりでして、ね、早く終わんないかなと思ってね。ねで、アメリカなんか、先月かな、死者がまたすごい増えてね、相当な数ですもんね、400何十万人かな。そうそうそう、でしょ、死者がね。海外のね、アメリカ、インド、ブラジルとか、大変なことになってますね。もうね、とんでもない動きになってますよね。まあ、日本でもあれでしょ、400人だ、300人だね。この間木金大阪行ってたんですけど、今日東京400何十人ですよとか、感染者増えてますってね。本当に近所のね、コンビニのね、店員もね、コロナになっちゃってね、今話しましたけど、1週間ぐらい営業停止とかね、なんか近づいてきましたね。具合悪くなってきました。あ、だんだん来てる感じ。本当ね、うん、私江戸川区なんですけどね、うん、ちょっともうどうやって抜けるかね。でも死者数とか重症患者少ないんですよね、日本は。もう20代とかね、30代、もう50代、もうそれこそね、もう60になろうかというあれでね、大丈夫だと思うんですけどね、ちょっと気をつけなくちゃいけないですよね。で、今日が基本的に各国のね、流れというよりも、ちょっと先週ですね、米ドルがいろいろ動きあったんです、アメリカがね、はい、こうちょっとまとめてみたんですよね、ちょっと見ていただきますかね、はい。まあ、月曜日ね、うん、もちろんこれドル押ししたんですけども、うん、もう週中週後半まで下がりっぱなしでした。まず米中関係悪化懸念が ね、ね、あって、それで売られて、あと感染2波のね、はい、拡大がみたいあるんじゃないかみたいなね、感染者458万人っていうかね、アメリカすごいすごい数がね、もう半端じゃないんでね、もうある意味一つの国の規模ぐらいの人口のあれになってますよね。なんかロシアは少し収まってきたとかね言ってますけどね、まずこの現象があって売られて、でなんとか105円台を、キープしたんですけど、まあ、この二次感染の部分とか、あと極めつけね、29日に、パウエルさんがね、この FOMC ですよね、実際31日の朝になりますけど、必要なら、追加緩和の可能性もありますよみたいな、いう状態で、一回これ105円割れボーンと一回つけたんですよ。ただまあその売られすぎからのね、まあ、買い戻しが一回入って、はい、そしてトランプさん、これ30日面白いでしょ、これツイートでね、投票大統領選挙伸ばした方がいいんじゃないかと。今もう圧倒的に負けてるんでね、ちょっと伸ばしてなんとか票稼ぎってね、考えたんでしょ。時間稼ぎ、ね、してる間に少しでもポイント上げた方がいいかもしれないです。でちょうどね、だからこの日付変わるぐらいかな、で30、31で、一番最安値、まあ、次チャート出しますけど104円の16というね、相当な安値つけたんですよね。だから週8万は106円前後のね攻防でしたから、これはもう完敗かなと思ったんですけど、そこからのね切り返しね、まあ、はっきり言って後でね答え出ますけどね、引き分け、判定勝ち判定負けかなというね、これちょっと分かりやすい今の材料をね、5つ6つ出てきましたけど、ちょっと2時間足でね先週振り返らせてもらいたいですよね。はい、7月27日19時ですよね、まさに先週の今ですよね。そうだそうだ、ね、で一回その、上値つけたと思って伸びるかなと思ったら、その米中悪化懸念とか、第2波とかね、いう状態で一回売り込まれて、米中対立もなんかエスカレートしてやってますもんね。そう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 、もうね、やられたらやり返すって ね、繰り返しなんでね、これはちょっとね先は見えないというかね、見えないですね。交渉の余地もないですもんね、今ね、この状況だからね、会うこともできないし ね、またオンラインでね、ウェブでどうですかみたいな、衆参トランプさんでやるようなね、ことはならないんでね。あんなで領事館の閉鎖をね、あんな押収するなんて、あんなの異例中の異例ですよ。いやいやいや、もうありえないでしょ。ありえないですよね。あれだってその国の人がね、どうしたらいいですかとかいろんな相談をしたりとかね。そう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 、でも要は国ですもんね、領事館が。そこ、ね、国です、国です。中国でありね、アメリカでありね、あれがなくなっちゃうってことですから ね、 ね、それ閉鎖されたらもうどうも逃げ場ないですよね。
もうこの悪化もあるし、FMC でもね、結局、そんなに大きな変化なかったんですけどね、うん、まあ、このトランプさんのツイートとかね、うん、あと、まあ、この一気の下げ、100円、あわや100円割れっていう時には、うん、あの一番とどめで、あの陰線ありますけどね、ちょっと 見づらいですけど、うん、ここで要は、もう買い方が一回万歳してね、突き抜けた。ただ、それ見ていただいたら分かるんですけど、うん、ドルのショートのね、うん、整理と要は、週末迎えて週末月末でね、うん、ある程度じゃあ売りを、利確するなり、うん、軽くしておくっていう状態から来て、で今度逆にストップショートカバーってありますけどね、うん、今度は逆に売り方が、ちょっと まずいまずいみたいなね、うん、逃げて、まあ、逆差しが入ったみたいなね、うんうん、損切りしたみたいな、うん、であとそれにあの続いて、新規の買い入ったというね、うんうんまあ、だから月火水木金の未明まで安かったんですけど、うんなんとかこっちからすると、うん、チャラに持ち込んで、うん、買ったのかなどうなのかなみたいなね我慢した方は大丈夫だったんですけどね、うん、そういうふうな動きでしたよね、うん、お客さんにもちょっと心配かけたんですけど、うん、我慢してもらった方になんとか、ね、しのいでもらったという、そうですね、厳しい戦いが続きますよ厳しいですね、うん、ちょっとね、この期間中というかね、うん、ここ1ヶ月2ヶ月はあの俗に言うは指標結果であれば、うん使用結果ね例えば、雇用者数が多いの少ないの据え、うん、行きだったのが、要は、変わらないのが、うん、増えたの減ったので大きく動くじゃないですか、はい、で大体その時ってオーバーシュートですから、うん、ビューッと伸びたら売って下げたら買ってという大体デートでね、うん、短期間取れるんですけど、うん、その材料で動かないでこういったまた、うんまあ、コロナのね、うん、でもトランプさんのツイッターが久しぶりにね、うん、3月以来ですよねこの相場に影響出たのがねあそんなにそうそうそ う, もうほとんどだからもうつぶやき程度でね影響なかったんですけどね一時期だってトランプさんのツイッターなんて毎日影響力ありましたよねもうそれでも逆にね相場取れたんですよ取れたっていうか、まあ、読みやすいんですよね、うんうんうん、一過性のものだから、うん、継続性なのか単発で終わるのか、うん、ある程度読めたんでね、うん、ちょっと今だからもうすぐコロナとか出てくるとね、うん、あと米中もいつまた飛び込んでくるか分からないんで、うん、だからまあ、基本的に大きなね戻り上げっていうのはまだ時間かかるでしょうね、うんうんうん、アメリカとかね、まあ、コロナがそれだけインパクトがあるっていうことですよね、うん、であと、まあ、先週まではねユーロの一本買いでね、うん言ってましたけどね、うん、相変わらず、先週お見せしたチャートの金はまたぶっ飛んで、うん、6700円超えて、ね、金はぐんぐんいってますね、うんうん、いってますねで多分ユーロはちょっと今陰りがというかね、うん、激すぎてるんでね、うん、調整安が入ってるような動きですよね、うんだからまあその今後ですよはね、うん、その材料とかはこれ読めないんでねいや読めないなこれどこで何が起こるか全く分からないですもんそう、うん、で次ね日足の方ですけどね、うん、まあ普通一目均衡表で持ってくるんですけど、うんまあ、ボリンジャーバンドね、うん、5つの線の中にもう大体 97%8% 入るって言われてるテクニカルなんですけど、うんまあ、マイナスにシグマを1回抜けたというね、うんうん抜けた状況で見事に下から突き上げて、うんまあ、今中心線というねちょうど真ん中の線を超えたら上がって、下回ったら下がってみたいなね、うん、いう状況なんですけど、まあ、今回も一応マイナスにシグマからとりあえず切り返したというね、うん、いう状況なんですけどまだ2位はこれは決して買いのチャートじゃないんですけどね、うん、ただ、下ひげつけて、まあ、ボリンジャーやる場合は、うん下げて下ひげボーンとつけた時に打診買いしてみるとかね、うんまあ、逆に一番上の、プラス2シグマというのをひげでボーンとつけた時には打診売りしてみるとかね、うん、ある程度、まあ短期で、まあ、逆張りが欲しいになりますけどね、うん、これも取れるテクニカルなんでね、うん、日足とか大体4時間足っていうのは、うん、結構な成果があるんでね、うんまあ、細かいことは時間がないから言いませんけどね、うん、これちょっと参考にしてもらいたいなと思います。なるほどね、うん、ボリンジャーバンドはあれですか長谷先生のセミナーとかで詳しく聞けたりしますか、うん、なんていうんですか私の場合は一番やっぱり頼れるのがやっぱり一目均衡表がね、うん、一番嘘つかないというかね、うん、雲の上とか基準線下とかねいろんな読み方あるんですけど、うん、これに例えばそのボリンジャーをドッキングするとか、うん、で200日線の位置がこうだとかね、うんうん、あとまあ移動平均線、うんを照らし合わせてみたりとか、うんまあ、俗に言うテクニカルに関しては中長期であればね、うん、複合型って言ってね、複合型ね、これとこれは、食べ合わせは悪いよとか、うん、これとこれはいいよとかね、うんうんうん、一番信頼できるのが、まあ、一目均衡表と、まあ、出来高ね、
うん、出来高、出来高というのは人気のバロメーターなんでね、そうですね、これを組み合わせると、ある程度中長期的には読みやすいですよね、ハイブリッドで、そう、多分基本的にはもう一目だったらもうあの雲の下は買わないとかね、雲の上だったら裏の売らないとかね、基本的な部分が言いやすいんでね、先生のお話はやっぱ雲とか出来高結構出てきますもんね、出てきます、あの出来高特にね重視しますよね、そうですよね、まあ、本当スキャルピングでもう10銭20銭抜けだったらねまたやり方も違うんでしょうけどね、ある程度今あのデートでもなかなかね、あのある程度逆差し入れないと取れませんからね、まあちょっとだから先週までもそうですし、まあ今週もね、あの一応イベントはあります、まああのいつもの、月始めの第1週金曜日といえば例のやつあるんですね、ちょっと出してもらって、はい、声どけそう、はい、まず高中銀これもねちょっとあの中国の金ありますので、あの据え置きなんですけどね、ちょっとこの後の声明気になりますよね、今回ちょっとややハト派かなみたいなね弱いかなと見てますね、であとまあユーロ圏の交流売上高ね、これがちょっと 前回よりも相当悪いんですよね、あとドイツとかねフランスもありますけどね、あのこの辺のも含めてちょっとやっぱりユーロが材料的には弱いかなというね、あと ADP ね、まあ、先月はあの ADP の方が雇用統計より動いたんかなというね、これは悪い、プラス120でしょ、で一番真打ちの雇用統計ね、今回167万人ですよ、前回から317万人、ね、そしたら一応大暴落と思うじゃないですか、ね、これがそれほど動かないという ね、でこれがあのここ3ヶ月連続、5、60銭の動きなんでね、だからこの雇用者数の減りを取るか、もしくは今あの見てもらいましたけど、失業率改善、であの時給の方も前回よりも良くなってるんでね、2対1で、仮に1回下振れしても、この2つがあの本当だったら、1回下がった方が買いかなみたいなね、感じに思っちゃうんですよね。雇用統計やっぱなかなか今ね、こんだけ大きく動いてるのに、いや本当だからあのね毎月やんない方がいいんですよ本当に、あの ECB とかね、ああいうふうな6週間に1回でしょ、毎月毎月やるもんですから、毎月でだから何回も言いますけど、毎月全米のね2億何千万人で、ね、コロナの数も多分本当でしょうけど、そんなじゃ あ、 あのこういう状態で雇用者数なんかある程度実申告みたいなものがあるんで、いくらでも買えれるんですよ、まあね、どこまで正しいのか分かんないですもんね、そうそう、だから、まあ、あまり安い場合は全会長を修正するとかね、いうこともできますからね、まあ、ある程度言ってみればインチキみたいなもんですよ、本当あんまりインチキと言っちゃまずいですけどね、あの本当に操作がある程度しやすいね、指標になってます今ね、だからこれを目指してという部分じゃなくて、全体的な先週からの流れでね、あの予想した方がいいかなと思ってね、まあくまでもいくつもある目安の中の一つという感じでね、はい、じゃあ行っていただきましょうか、今週も人気者ちょいわる先生の今週の一発予想はこちらです、はい、はい、もう一度おかわりですか、あの先週決着つかずですよね、要は、月曜日からずっと下げっぱなしで最後の最後で切り返したんですけどね、これ勝ちとも言えないし、ね、まあ、あの判定されれば負けですよ、ただし一応あの今週またその米中の問題とか、まあ、コロナのアメリカの件とかが、おそらく1回売り込まれてね、また100円台とかあるかもしれません、前半とかね、安値更新もあるかもしれませんけど、できるだけ安いと買っていただいて、はい、週末には切り返すと思いますからね、週末ね、はい、だから先週と同じようなパターンで安いと買ったら、2、3回買っといてもらって、雇用統計の後に、ある程度そこそこ利食いができるんじゃないかな、雇用統計の後リベンジ買いです、ね、リベンジ買いです、普通2週連続とかなかなかやりませんけどね、先週負けに等しい状態なので挽回したいです、はい、ありがとうございました、今週ドル円おかわりということで言っていただきました、はい、ではご案内です、こちら、はい、また出てきましたさえちゃんとなつきちゃん、はい、はい、結構ね、あのあれですよ、お申し込みはね、いただいてるんですよ、いやこれ来るでしょう、申し込みいただいてるんですよね、だからあの逆にね、出張セミナーもやってるんですけど、ね、ちょっとなつきちゃんあの出張で、来てくれないかとかね、さえちゃんとかあるんですけど、ちょっとそれはね、指名できるんですかこれ、指名できるんですけど、その、変な商売じゃないんで、そうですよね、やっぱりあくまで営業ですからね、あの一応来店をしていただくか、オンラインをね、今もこういう時期でもありますので、しかも女性ですからね、しかも美人2人ですから ね、ちょっと違った方向でね、
あの誘ってもらって困るんだよね。これ別に指名料とか取られないですよね。いやもうそれくれるんだったらもう、ね、もらってもらってただ私同行しますよ、ね、まあそういうわけいかないですよ。2人見てるんでちょっとごめんなさいね、そういう意味じゃないですよね、でも本当申し込みすごい多いんでね、あの本当に例えば月曜日の朝10時とか、うん、金曜日の、ね、夕方6時とか、調整してね、うん、あの極力多くの皆さんに、うんね、あの初心者ですけどね、うん、あの FX の、 あのルールとかね、うん、あの楽しみとか、そうですよね、今動いてるから余計にね、うん、あのルールだけでも覚えておいてもらうとね、うん、全然違うと思いますので、うん、お待ちしてます、うん、はい、はい、でもう一度ご覧いただいてこちらです、ぜひお申し込みいただけたらと思います。はい、フリーダイヤルですね、はいはい、毎日平日ミナー開催中です。あと、まあ、チョイヤルブログにもあの詳細載っけてますのでね、うん、あのブログでも見てあの申し込んでいただければと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで本日も人気者チョイヤル先生の今週の一発予想のコーナーでした。チョイヤル先生ありがとうございました。ありがとうございました。